ランド河本太志被害者の会。さあというわけで、本日のゲストザ・ギースさんです。お願いします。よろしくお願いします。ザ・ギースの高さです。お席です。はい、お願いします。ついに来てくれました。はい、元はといえばですね、はい、この間やっぱウエストランドの太志さんが YouTube 出てきて、はいはい、ピンで呼んだんですよね。はい、呼んだんです。はい、そしたらもうやっぱり自分より頑張ってない芸人を挙げてくれって言ったら、はいはいはい、ザ・ギースさんをお二人を挙げて、はい、もう言いたい放題、はい、はい、もうほぼ犯罪者だと、はい、お二人のことを、はい、見させてもらいました。本当ですか。はい、見させてもらいました。ちょうどその次の日に、はい、事務所の全体のなんか飲み会みたいなのがあって、はいはいはい、その話題で持ち切りでした。尾関さんがちょっと僕、はいはい、ツイッターでリプルのやり取りやらせていただいて、はい、まあ一応見てくださいみたいな。ただもうやっぱり気にはなるじゃないですか、いろんな話が出たんで。そうですよ。あのやっぱ太志さんが、はいはい、まあね、まあその、まあ、冗談っつったらあれですけど、どんどん話が大きくなってるのか、ただあれが本当に真実なのか、ちょっとそこら辺もやっぱ原因として僕らもやっぱり放っておけない部分がありますので、どうしても一回ちょっと来てくださいっていう。ありがとうございます。はい、だ今話してた大竹さん の、 そのお金着服事件はちょっと小盛りになってたんで、小盛り、小盛り、小盛りでした。え、はい、マスケって小盛りですか。はい、なんで量少なくしたんだろうな。ちょっと待ってください。一からちょっと、はい、太志さんの話ではですよ、はい、なんか、打ち上げに行くっていう時に、はい、なんか本当は3万円尾関さんに渡したと、うん、大竹誠さんがね、誠さんがたまたま来てらっしゃって、はいはいはい、でもなんか1万円しかもらってなかったって言って、それでなんか飲み行ったみたいな話だったんですよ、はい、なんとなく。まあ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 、大体は合ってるんですけど、はい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 、まあ言うと、はい、あの時はラブレターズと、はい、後輩のじゃあ事務所の、はい、ザ・ギースで30日、うん、30日浅草興行っていうのがあったんですよ、はい、毎日30日間休みなしでやる、はい、でその終盤ぐらいに大竹誠さんが見に来てくれて、さすがにもうしんどそうなの見て、はい、まあ尾関が、はい、まあ、大体そういうのが担当してるんで、大竹さんのとこ行って、はい、なんかお小遣いもらうみたいな、はい、で楽屋戻ってきて、はい、大竹さんから1万円いただきました、はい、でラブレターズは「わーやったー」って言ってたんですけど、まあ、僕は長い付き合いなんで、いや大竹さんが1万なわけないな、無格的に、はい、はいはい、本当はいくらもらったんだって言ったら、急に目を泳ぎ出して「2万だ」って言ったんです、うん、おーいっつって「1万着服してんじゃねえかよ」みたいな、はいはいはい、でそのままなんとなくこう笑いで収まって、はいはい、でその後ライブ終わって打ち上げ行った時に、うん、いやさっきねこういう話があってっていうのを大竹さんのマネージャーに話して、大関で2万もらったのに1万しか渡せなかったんだよって言ったら、はい、えいや大関さん、大竹さんが大関さんに3万渡したとこ僕見ましたよ。まさかの二段構えの、あれ二段構え、あれ二段、あ二段構え、二段嘘だったの、ね、でもその大関曰く、はい、いやそれは違うと、はい、うん、だからその大竹さんのマネージャーさんに大、はい、関はなんか1万借りてたみたいで、はいはいはい、もう別の日に、はい、別の日に、はい、でその場で俺1万返したと、その3万の中から1万返した、はい、だから手元に残ったら2万だ、2万、つまり大竹さんからもらったら2万だみたいな、なんか誰も習ってないお関数学を使い始めたんですよ。確かに僕らも聞いたことないですよ、その、はい、でもなんかそういうのあるじゃない。ないでないですよ。なんだっけ今急に流れというか、思うのを哲学というか、はい、その場の、はい、一番うまくいく流れみたいなのが、はい、それだったからそれをしただけで大ごとにするから、大ごとじゃない、これ大ごとですよ。別にそんなに、うん、いやそれ若手がやるなら分かるんですよ、お金のない、うん、本当に仕事のない若手がやるなら、うん、今何年目でしたっけ。23年目。いやいやいや、結構これ大問題よ。そもそも僕らは、はい、そのもちろんその事務所も違うっていうのもありますけど、うんうんうん、ザ・ギースさんの芸歴が分からないんですよ、ちゃんとした。23年目、そう、グランジとかと一緒。ああ、じゃあ9年先輩とかですかね。でも東京ロッキーとか、ロッキーでも安村さんとか。それコンビ歴がですか、芸歴。芸歴が、コンビ歴は何年。コンビ歴は、コンビ歴はちょうど今年で20年目。20年目、そうってことは、じゃあ9期か10期生ぐらいですか。どうぐらいと、しずるさんとか、ああぐらいだと、はい、いやそうなんですね。ちょっと今
その23年目っていうのは分かったんですけど、うん、ちょ今なんか風化しそうに仕掛けたんですけど、はい、その事件の本当の真相というか、うん、3万もらって一番返したっていうの、はい、どういうことなんですかそれ、まあ、でも、はい、本当にそれはいいとこ言ってくれて今、はい、金ちゃんなんでちょっと上の立場に立つんだよなんで俺がそのいいとこ言って言われてるんですかその時点では3万もらったっていう時は、はい、それは俺に全部権利があるわけじゃん俺が言ってもらわなかったらもらえなかったわけでね。まあまあ、でも全体にくれてるっていう、うん、そうですね、ことは考えなかったんですか。そのライブ全体というか。でも俺だから3万円くれたっていうこともあるんですよ。なるほど。違う人だったら2かもしれないし。はいはい、でも俺だから3万円と。はいはい、したらその一応どういうふうにするかは俺次第。まあ、でも普通でも普通はでも3万もらったらこれでみんな飲み行こうでっていう思考になるんですけど。なんでそれ1をちょっと返すみたいな。それは借りてたからその場で返すのが一番丸く収まるじゃないあじゃあ、うん、他の方が大竹さんのとこ行ってたら、うん、シンプルに1万か2万だったかもあそう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 だから別に3をもらってそう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 そんなわけないでしょそれ大竹さんだってその、うん、借りてたっていうの知らないですよねお金を借りてたっていうの知らない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 じゃあこれで1万返すよって言ったわけでもないですもんね、うん、大竹さんもちろんないけど、はい、大竹さんはこれでまず大関の好きなようにしろよっていうなんとなく温かさがあったっていうかそれ言ってない大竹さん言ってない言ってないですよね言ってません言ってないですよ分かるじゃん、はいはい、俺が大竹さんでもそう思うもん俺が大竹さんでもそう思うもんお前これ大竹さん本物の犯罪者の可能性あるのこれ違う違うこれはみんな本物そうだ思ってるのにみんな正義感ぶってしないんだよ本当に今お金あるからさなるほどいやいやいやないですけどそんなないですよそんな立場だったら一緒のこと絶対するよだから大竹さんの思いを、うん、あの完全に読み取った上での行動ってことですよねそうそうそう。そういう目をしてたってことですね、はい、大竹さんが。まずお前がこれを好きにしろと。はい、じゃあそれ だったら俺はこうしてみんなも喜ぶ。はい、みんなが喜ぶこれ。はい、借り入ってた人にもお金返すし、俺も嬉しいし、みんなにもお金が入るじゃない。これ以上のある選択肢があるかって思った、その時はね。ちょっと待って、俺らが今まで相手してきたクズって、モグラとか岡野さんとか、まだ笑えるクズだよ。これ笑えない。笑えないクズだよ。理論武装してくるタイプだよ。いやいやいやその笑いにならない本当のクズだマジで追求してもらいたい。俺じゃもう何ともなんないんだよ。高瀬さん的にはどうなんですか。いつもこういうことあるんですか。こういうことが積み重なってるから、これ今のも絶対大竹さんがとか言うけど嘘だと思うし、だもう本当あのお金とか食い意地も汚いのよ。食い意地。そう。はい。もうこれもよく話してるんだけどしずるのライブにね、はい、我々ゲスト呼んでもらって、はい、ルミネで、はい、で、なんか差し入れであのちっちゃいキャベツ太郎20円ぐらいの、はい、が段ボール箱1箱でこう届いて、はい、で、まあゲストさんも1人好きに持って帰ってくださいみたいな、うんうん、で、まあゲストだし、はい、普通持って帰んないか持って帰ったとしても1袋、まあ、2袋ぐらいじゃない、はい、で、なんかパッて見たら大関がなんかすげえカバンにこう入れてるそぶり見つけて、はい、みんなで、あれ大関さんそれ、何個入れたんすかみたいな言ったら4つ入れちゃいました。あ、まあ、ちょっと思えるけど、はい、そう、4つかと思って、僕はそんなわけないからと思って、いや、本当はいくつなんだって言ったら、はいはい、申し訳ない、7つって言って、カバンから9個出てもう犯罪よ、もうちょっとちっちゃい2段構えなんですね。2段構えダブルトリック、ダブルトダブルトリック、ダブルトリックなんで一発目キューって言わないですか、それ。そういや、それはなんか変な空気になるじゃない。いや、後でキュー出てきた方がそうだよ。やばい空気になるじゃないですか。そこまでしてくると思わないんですよ、異常だよ。なるほど。怖い怖い怖い。もうでも、もうでもバレちゃってるじゃないですか、その手法が。そうだね。その開き直りもちょっとあるんですか。もう別に、お関だし、みたいな感じの。いや、それはできればバレたくはないけど、まあでも結果持って帰れることが大事だから、そのなるほど、うん、ケチはケチなんですか、やっぱ。ああ、そう、だからどうなんですか、ケチじゃない。やっぱ後輩をおごりに行くこととかも、はい、多分ないんじゃない、そんなに、うん、あるある、ケチじゃない、俺その俺は早いあ、そうか、ごめん、それはごめん、じゃあ、どうですか、はい、後輩が一緒にいたら後輩におごるし、はい、それちゃんとやるときやる、しっかりとご飯におごる、一緒に飲みに行ったら絶対おごる、絶対 100% どの辺ご飯行って、あ、でもね、これあれ言いたい、はい、河本くんいたい、はい、ウエストランドの、そう、河本くんが一回なんかか家族が一回ちょっと分裂した時があった、はい、ありますね、勉強状態、勉強状態があって、はい、すごいかわいそうだと思ったの、うん、で河本くんにすごいかわいそうだねっつって、でそしたら帰ってきた、うん、
じゃないですか、はい、家族がすごい嬉しくて、はい、で焼肉セットをご馳走してあげたの。焼肉セットってどういうことですか？焼肉じゃなくてですか、はい、焼肉セット、どういうことですか？焼肉セットって お野菜とお肉のまとまったやつを送ってあげたの、はいはい、あ、それスーパーとかで売ってるやつですか？あ、違う違う、そのちゃんとお店でちゃんとしたのアマゾンだ、はい、なるほど、アマゾンで、はい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 、で送ってあげたんだけど、はい、あんまりちゃんとお礼がないんだよ。もうなんかそれ、なんかそれやっぱよ、呼んでおごってあげた方がおごったんじゃないですかね、面と向かってというか。まあでもそれは家族が、家族と一緒に食べてねっていう、あ、そう、一緒にやったよねっていう。なるほど、なるほど。焼肉セットっておいくらぐらいだったんですか？あんまりここで言うのもちょっとあれですけど、はいはいはい、金額でもないんですけど、気持ちなんですけど、うん、4800円ぐらい。いや、しっかり覚えてる。でも分かんない、これ車2段構えの可能性ある。多分2800円の可能性ある。それ買ったら自分でちゃんとお金出す。自分で買ったちゃんと買ったんですか？うん、ポイントは使ったけど、別にちゃんと買った。ポイントは使ったけど、誰かからもらったギフトセットをそのままとかじゃない。あ、そうじゃない、そういうわけじゃないですか。それはあ、じゃあやっぱり一応やるんだよ。何を言っても嘘に、まあまあ、そうですね。いやいやいや、だから本当に全部おごるし、たまにそういう、はい、たくさんのお金持ちの人からお金をもらうと、少し俺が俺のとこ流れるってだけで、別にそんなにひどいことしてない。僕これあの、ね、太さん、河本太さんからじゃなくて、そのみゆき、あの名護のみゆきから聞いたんですけども、その千鳥の大悟さんと、あの飲んだ時 に、うん、その尾関さんがやっぱその、うん、尾関どこ住んどるんつって最後、うん、あの帰る時にもう終電もないのでタクシー代の時に、うん、あのその柏の一番遠いところですって言って、うん、あの4、5万もらってたっていう。それは絶対違う。それも一応この間の、はい、YouTube 出たんですけど、はい、ここで審議ちょっとね、はい、ここタクシー代をでも、うん、とんでもない額もらって返してないっていう、まあ、返したまあ、うん、そんぐらいかかるのかもしれませんけど、大悟さんもそんなら多分気にしてないと思う。気にはしてない。大悟さん自体は気にしてないと思いますけど、でもその、うん、とんでもない量だったっていうのは周りの後輩からの証拠。どうなんですか、実際。いやまあでも、はい、もらったはもらったけど、えでも4万じゃないの。4万じゃない。いくらですか？2万、うん、2、はい、でも数回複数回やってると申し訳ないなと思って、はい、途中から1でいいですっていうふうにはしてた。ちゃんとその2もらうとちょっと足が出てしまうので。なるほど、そう足が出てしまう、はい、はい、その1万6000とかだから、はいはいはい、そうそう、じゃあ4000ずつ結構浮いてた、浮いてたから、はい、それは申し訳ないからで返すのも野暮じゃないですか。まあまあ野暮、野暮です。一番それが失礼のだと思う、はい、確かに野暮です。返して、はい、まあまあ絶対やっちゃいけないこと、はい、そういややっちゃいけないことじゃないです。絶対それ一番気につけたね。いや言ったら言ったらええわって言われるけど、別に嫌な気持ちにはならないと思うんですけど、だからその返さないでいたらやっぱちょっとそれぐらい申し訳ないなと思って、途中からちゃんと1にしていただいてたっていう。それしっかり、それ本当に柏には住んでるんですか？住んでる、それは本当住んでる。住んでない、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 ね、ね、住んでないですね。読んでちゃってるよ。住んでる、住んでる、本当住んでる。ずっと住んでる。ずっと、ずっと住んでるんですか？7年間ぐらい住んでる。7年間。うん。なんでまた、都内じゃなくて、なぜあえて。地元があっちの方が松戸とか柏の方が、はい、中学の時から。で、ずっとそこで結婚して暮らしてるから、はいはいはい、そこから通うようにしてる。なるほど。結婚して、お子さんもいらっしゃる上で、大竹誠さんとかのお金をごまかしたりしてるってことですね。そう、既婚者クズだよね、はい、子供にはどういう教育をしてるんですか？じゃあ、はい、いやでも怖いね、辛いことをたくさんしろって、そういう、いやでもそんなだって人から金くすめてるやつが言うのちょっと違くないですか、その、ね、だってあの大竹、うん、あのだから子供生まれて2歳、はい、3歳ぐらいの時に、あの、はい、なんか三輪車かなんかを、はい、なんか自転車乗りたいみたいな、でバッファローゴロのエイジさんと作家の関城さんが3万ぐらいする自転車を買ってあげたの、お子さんに、お子さんに、はいはいはい、でありがとうございますみたいな、うん、でまた別の時に、大竹さんの前で、いや生まれてその自転車乗りたいって言ってるんですって言ったら、大竹さんが財布出して3万出して、おぜひ俺で自転車買ってやれって言って、優しいですね。普通はいや実はもうこうこうこうで、うん、自転車いただいたんですよ、はいはい、言うじゃないですか、あざーす。でも一回そこに入れようと思わなかったんですか、その情報を。実はもう自転車あるんですとか、はい、それ失礼になるじゃん、そのさっきの大悟さんじゃないけど。失礼、ここで突き返すことが一番傷つけるのよ、大竹さんを。
いや、大竹さん傷つかないと思いますよ、さすがに。あ、そうかってなる。いや、そうです。でも、なっちゃうじゃん。はい。一回そのターンで、でもいいよっていうパターンもあるじゃないですか。うんうんうん、いやー、それで来ないこともあるでしょ。先にそれ考えちゃうっていうのがあるでも、とりあえずそこでいただくことが、はい、そこの場では一番落ち着くわけだよ、本当に。ちょっと、はい。うん、怖いな。ちょっと、今日 の、 あの題名が、河本太被害者の会ですね。あれ、だから、河本太郎、真実言ってない。真実言ってるわ。だからこれ多分大竹誠被害者の会その被害者でもないな、加害者の会なの、加害者の会、加害者です、とんでもない、はい、え、それお金を基本的にもらったのも全部やっぱりそれ返すとかじゃなくて基本的にはもうもらうってこと、全額、うん、もらって一回入れてからどうするかを考えるっていうだけなるほど、うん、一個もう一個この間あったんですけど、はい、これは高須さんも多分一緒に共犯なんですけど、うんうんうん、その今やっぱりもう芸歴23年じゃないですか、はい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 、なのにもかかわらず、はい、その若手のライブ、はい、賞金が出る若手のライブに出てきて、はい、そのなんか賞金ハンターみたいな、はい、そこで優勝して賞金を奪って、はいはい、まあ、もちろんね、勝ったんでしょうけど、バトルライブなんで、はいはいはい、それでそのすごく若手のライブ出て、はいはいはい、いろんなところでそんななんかやってるっていう、はいはい、今日もこの後そのライブがありますそれ何なんですか、その賞金出る、賞金出るやつ、賞金出るやつ、トップ、あの勝つごとに倍々になってくるバトルライブが、それだって、まあ、若手じゃないですか、周り、うん、若手、ただこれはちょっと本当に言わせてもらいたいんですけど、はいはいはい、あのそのフリーエントリー制でこっちが賞金を、はい、根こそぎ奪いに行ってやろうと思ってエントリーしてるわけじゃなくて、はい、そのケープの主催者側からオファーがあって、はい、で出てるっていう、なるほどなるほど、はい、ことなんで、こっちが出たいって言ってるわけじゃない、はい、そう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 、そしたらたまたま勝って勝って勝っちゃって、はい、で結構な額いっちゃったっていう、ちなみにいくらぐらいの賞金なんですか、だから最終的に16万ぐらい16万お笑いライブで、お笑いライブで16万ちょっとプラのライブで、最初勝つと1万、はい、次の月勝つと2万、2万4万8万っていうんで5連覇ぐらいしたんですよ、その時に、それで16までいって、倍倍で、はい、それ他の芸人でどれぐらいのレベルの何点目ぐらいの、2位とか3位は誰が、はい、その時はちょっと忘れました、今日はまんじゅう大帝国をちょっと倒しに行きますそう、倒すレベルの感じじゃないですか、倒せそうですね、東京ホテイソンとかね、あー、まあまあまあ、でもでも芸人で言ったらめちゃくちゃ若手だよ、確かに、でも、うん、やっぱもう K プロ系の賞金ライブの闇というか、うんうん、大体ザギースさんか磁石さんが撮ってらっしゃる、そこはやめ、磁石はマジで磁石さん、人のことは、いや人のことは急に表現された、一番やばい、人のことはめちゃくちゃ言うから一番やばい、磁石さんが一番やばい、磁石さん闇で、やばいやばい、そんなことないだろ、佐々木さんが俺以上にやばいから、どっち、はい、佐々木さんですか、佐々木さんが、はい、広島出身だったらみんなそうなの、そうそう、広島同県なんですか、はい、そうなの、でも長澤さんまあ、そこでもないけど、磁石さんもとにかくいろんなライブに出て、はい、そう、 G1 とかも撮ったりして、はい、あれも G1 のために半年前からネタ作ったりして、はい、すごいネタ詰めて、はい、で優勝したりして、はい、G1 はまあまあ、若手は出ないから、ちゃんとそう、若手は出ないから、はい、ですよ、うん、そう、え、他にやっぱ汚いですか、佐々木さん自体は、佐々木さんはめちゃくちゃ汚いそんなことないでしょ、汚い人の話が、あの人は饒舌なんですか、いやいや、あの人本当ひどい、何か俺知らないよ、そんなこと、川本、あのダブルブッキングの川本さん、うん、はいはいはい、はい、一緒に2人だけで、はい、あのライブやって、はい、なんか投げ銭ライブ的なやつをやって、はい、それでなんかごっそりその場で浮いたやつをさ、うん、月一でやったりしてんじゃん、うん、お前も言えよ、なんだよお前どうしようか、ちょっとあれ、じゃあ俺は同じ思いじゃないからなんだよ、急に心細くなっちゃってどうしますか、どうやって怖くなっちゃって、怖い怖い怖いですよ、ちょっと待って、いやいや、まあ、とにかくやばいよ、はいはい、もうそれは 見といた方がいい、とにかくじゃあ磁石さんの方が、うんうん、佐々木さんの方が取り締まった方がいい、あと関係性もそんなに、でも磁石さんの話あんまり僕らまでは伝わってこなくて、あ、本当、やっぱザギースさんの話がやっぱりそのあたりが賞金で、でもまあ井口さんがネタでよく言ってるっていうのもありますけどね、ああ言ってるね、はいはい、やっぱり、だからそのライブのことは多分言ってると思うんだけど、受けちゃうんで、荒稼ぎしてるで、これはでもちゃんと俺はあのしっかり言っときたいけど、はい、そのライブはもう出たくないの、もうその若手を荒らしちゃうし、ああなるほどなるほど、賞金稼ぎ的なこともしちゃうし、はい、だからその5連覇終わった後、はい、何回か来たんだけど、はい、まあ断ってるんです、あ断ったんですよ、そこは、ただ、はい、
なんか大関がすごい出たそうだから。それは、それは違う、リアルにちゃんと技を試したいというか、わ、技を試したい、技を試したい、お金を抜く技を試したい、博多と、もう西田さん、試すこと大事だって、キングオブコント初回大会から出てますよね。そうですよ、バナナマンさんとか戦ってますよ、バナナマンさんって、バナナマンさんそうですよ、とんでもないところだからね。バナナマンさんと戦って次バナナマンさんいなくなって審査員になって、そうですよ、その審査員も卒業されてですよね、はい、でもそんなこと言ってる場合じゃないよ、はい、ずっとちゃんと今の現役の人と戦わなきゃいけないから、それはいいんだけど、はい、そのバトルライブに出るのはやめといた方がいいんじゃない、普通の寄せとか、そういうのもそうそうそう、でもそれはやっぱりみんな本気出してない、ヒリヒリしないし、やっぱお金があった方がヒリヒリするんです、するし、みんなマジじゃん、ね、それこそ本当のライブじゃないえ、あ、お金がかかってないライブは本当のライブじゃない、本当のライブじゃないと、でもあのバトルライブの方が珍しいは珍しいんですよね、俺らからしたら、あんまダメじゃないですか、やらない、いやもう一切そのライブも出てないんで、そんなにネタ弱いんでめちゃくちゃ、いやもうでもそう勝てないんで全然、いやでも僕らも昔ゲレロンステージとか出てましたよ、そうそうそう、まあ、ゲレロンから若武者とか、でもやっぱあまりに K プロの、あの壁が厚すぎるんですよ、上の方行くとまずい、エレファントジョンさん、エレファントジョンさん、エルシャラカーニさん、あのニースさん、でこのその当時の人気あった頃のね、ケープロ人気あった頃の錦鯉さんとか、錦鯉さんも流れ星さんも出てたし、めちゃくちゃ多かったですよ、で絶対に勝てないなと思って、まあ、辞めたというか、まあ、吉本のね、エレファントジョンさんすごかったね、エレファントジョンさんがマジで神かかってる時ありましたねあった、あっしょ信じられないぐらいもう受けまくって、でもケープロでも世代交代してったのに、ザギースさんと、あの磁石さんとヤーレンズさんだけ残ってるんですよ、居心地がいいからヤーレンズはちょっとかわいそうだね、まあまあまあ、まだあるんですけど、まだまだ分かんない、分かんない、分かんない、ふとしさんが老害だって言って、あ、まあね、はい、あの方たちに早くやめてもらいたい、老害老害って言うけど、ウエストランドももう40だからね、まあ確かに、ウエストランドも老害扱いされてるのに、それをかうちらを隠れ身のようにして言ってんだよ。あ、じゃあもうそれウエストランドさんにも言いたいことちょっとあったんですよ、そのある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 、そのなんか俺らを隠れ身のして出てるんじゃねえと、はいはい、それはそうそう、だからうちらがライブに行くと、まあ他は若手ばっかりで、はい、ウエストランドいう時は、うん、そのうわーベテランが来たからやりにくいなみたいなことを言って、なんかこっちが老害ですよって言って仕掛けてるけど、多分本当は一番めんどくさがられてるのはウエストランドの井口君まあね、井口さんね、わかりますよ、井口さんね、あの人汚いですもんね、汚いですね、あの人って多分誰かしら悪者がいないと何も喋れない人、標的がいないと常に世界が戦争、あの世界が平和だったら必要ない人ですから、確かに火種を作ってるんですよ、勝手にね、武器商人と一緒で確かにな、あ、じゃあその被害、完全な被害者なんだ大関さんは、ね、ウエストランドさんもう自分、ウエストランドさん、まあそうだろうね、自分的には何も悪いことはしてないと、やっぱり、そうだね、はい、それはなんか聞いたのもあるし、あともう一個、高瀬さんが、うん、はい、そのうちその事件を起こすと、その X で隠れて、それも見たよ、ちゃんと見ました、見たよ、うん、なんかその筋肉がしなやかすぎてちょっと待って、筋肉がしなやかだと事件を雑技団の筋肉をしてるから確かにそのなんか細いけど健康強そうな、殺し屋市みたいな、そのこういうやつらが本当はね悪くて犯罪を犯しそうだけど、実はこういう人なんだと、殺しが危ないと、ちょっと俺、あ、意味が分からん、はい、うん、なんでここの筋肉がしなやかだと事件起こすんだやっぱり上りなんか侵入しやすかったりとか、いやいやいや、ないですよ、コントしてね、肌白くてやっぱり目立たない方ってやっぱりいらっしゃったじゃないですか、過去に、そういう方もいらっしゃるんで、ただそれも、はい、まあ名前出すのもあれですけど、はい、なんかやってそうな人じゃない方が、はい、あ、まあまあ、ね、そうですね、そうですね、実際、うん、それが何組か続いたじゃないですか、はいはいはい、そうですね、いろいろありましたね、ということは、はい、ということで、はい、多分やってなさそうな人で僕がやりそうだと、はい、なるほど、ってなってるじゃないですか、はいはいはい、ってことはすよ、今ギースでどっちがやりそうかって言ったら僕、まあそうですね、はいはい、つまりやらなそうなのはどっちっていうと、はい、こっちじゃないですか、はい、大関さんで、これどういうことですか僕も今どうしたらいいですか、そうですね、まあ、でも、まあ、やらかそうな方がっていうのは今のこの2人の会話見ても、はい、関係性が謎というか、コンビで どっちかが強いとかそういうのはあるんですか、うん、そのいやどっちかがネタ作ってて、どっちかがこう、はい、
意外と大関さんも別に言い返したりもしないじゃないですか、高田さんに。だからその、ね、そうそうそう、コンビバランス的にはどっちが強いというか。いや多分だけど、そのまあ、ネタ作りとかは作家も含めて3人で作ってるし、で、まあ、年は3つ上、はい、3つ上、はい、今おいくつですか？46。え、46。大悟さんより年上じゃないですか？そうそう、3つぐらい上ですよね。年下に2万ももらってるんですか？2つか、まあね、まあね、年下にまあねじゃないけど、まあ、しょうがない、そういうことだから、それは先輩だから。46でバトルライブ出てるんですか？なんだよ、いいだろ、バトルライブ出てももう戦っちゃダメですよ、もうそれは。まだまだ戦いたいんだよ、やめましょう、もう。まだ戦いたい、主催する方ですって。そう、主催する方なんで。主催する方じゃない、戦いたいの、若い人が。いやいやいや、やりたいの、一緒に。エントリー費いらないから俺のライブ出てよとか、そう、ギャラ出すから出てよって言う方じゃないですか。いやいや、違う違う、ただ大関が偉いのは、はい、46引くね、ちょっと。あの、引くけど、ブレイキングダウンとかで昔の K-1 選手が出てたのと一緒ですよ、ほんとに。バンナみたいな。バンナ。よく言わないじゃん。バンナではないですね。バンナめちゃくちゃ輝いてたじゃん。でもあれも金のために出てるわけじゃない。ボロボロで。はい、でもなんか、はい、先輩から吹かせるわけじゃないから、はい、なんならめちゃくちゃいじられちゃうし、下の代から。そう、はいはい、一緒にやりたいのよ。仲間が欲しいというか、仲間が欲しいというか、人と一緒にライブやりたいし、はいはいはい、若い人のネタを見て一緒に。ずっとやってたよ、この間。だからキングオブコントの準決勝進出者発表されて、まあ、うちら受からせてもらって、はいはい、で青色1号がダメだったんだよね。そう、青色1号の上村君っていう、まあ、一番体育会系のネタ作ってる子がバーって K プロの楽屋やってきて、大関に見つけて、はい、おめでとうで5年後輩にやるようなことやってましたから。めちゃくちゃ舐められてるでしょ。舐められてるな、それ確かに。舐められてるな。めっちゃいいやつ。めっちゃいいやつ。めっちゃいい、面白い。じゃあもう舐められは覚悟の上というか、全然心地いいってことですよね。まあ、舐められてるわけじゃないと思う。その一応だから、本当に舐められてる人ってさ。いや、舐められてますよ。いやいや、舐められてない。舐められてないのよ。舐められてない、舐められてない。だからすごいなんかいい感じでこう接してくれるというか、はいはい、そうなって、ああいうライブで一番ダメなのは、たまに来て誰からも後輩に話しかけられないで浮いてる先輩が一番やばい。まあまあまあ、それいます、そんな人。どなたですかね、はい、誰が、はい、この間超新宿さん浮いてたよ。いやいや、そう、浮いてたんですか、超新宿さん。浮いてたんですか、久々に来て。ちょっと怖い、今ちょうどちょっと時期も時期なんで、やめてください、それ。本当だよ。調子悪いから、すいません。だから、あと、ね、その、はい、久々に来るベテランの人、なんかね、エルシャラです。なんか、セイワさんですら。セイワさんは、でも、いじられてるよ、やっぱ。うん、そうか。うん、漫才ストイックだっつって。そっかそっか、まあ、だから。ちょっと怖い風に、ね、別に吉本の文化がないから、うん、そう、ババッて挨拶する必要もないですけど、うん、ちょっと怖いなと思う方は、たまにいらっしゃいますよね。うんうん、はいはい、そういう人が浮いてるのは一番見てられないというか。大関さんは別に46で芸歴もあるけど、うん、みんなと仲良くできてると。そうだね、仲良くできてるかわからないけど、はい、仲良くしようとしてるって。仲良くしようと、うん、だから吉本でいうとあの犬の心のおしみさんみたいなね。でもやっぱりあそこで解散してピンになってなんかそういうのもあるじゃないですか、うん、あ、悲壮感というか、うん、でも金くすねてる人だからやっぱりそれは他人の金をくすねてないから、その仲間の金をくすんでるだけだから。いや、一番悪いですよ、仲間の金がくすねてる自覚あるじゃないかよ。身内の金行くやつが一番やばいんですからね、マジで。だけどまあまあ、だからそんな他の人とはちゃんとやって、じゃあうまくはやって、うん、ちなみに今年キングオブコントとかはもう出てないんですか？いやいや、準決勝まで。あ、もうこれから。お前失礼だな、お前。いやいや、知ってたよ。うん。知ってたけど、ないけど。いやいや、知ってたけど。知らないこと、まだ出てるのかなっていうのをちょっと聞いてみたかったの。お前、バトル、お前、キングオブコントこそ出ていいだろ。バトルロイヤルライブと同じ。でもあれは公式じゃん。公式バトルじゃん、うん、やっぱ非公式のバトルそういう非公式バトル、非公式バトル。そんな大会ないわ。一度その準決勝残ってらっしゃる、うん、すごいことで優勝目指してるわけです。第1回大会から出てるわけですから。そうだよね。え、その準決で優勝は目指してらっしゃる。一番ひどい、一番ひどい、ひどいし、ひどいし、目指してるだろ。ただ優勝したら大差優勝して盛り上がらないと。でも、いやいや違う違う、盛り上がると思うんだけど、いやその、いや目指してるのかな。それ太さんが言ってたんですよ。やっぱ ネタでこんだけ、まあ、こんなこと言うとあれですけど、ネタでこんだけ負けてるのに、なんで今だネタで食おうとしてるんだろう。他のことにもっと手出していけよみたいな。いやー、なんでネ
タ職人みたいな感じで、ネタのみ頑張ってんだみたいな。確かにな。そういう意味で、まあ、ひとりさんこの間言ってたのは、ネタをずっと頑張ってるだけじゃなくて、まあ、他のことで特技とか、いろんなこの芸能界で生き残る術をちょっと見つけていった方がいいんじゃないっていうのを言ってて、まあ、まあでも、まあ、そこは頑張らせたよっていうのはまずあるけど、まだある、あるし、でもいろいろ手は出してる。はい、まあ、うん、カープとか、そうカープが好きで、そうそうそう、カープの仕事をやらせていただいたり、恐竜、恐竜、恐竜が好きで、あの恐竜のイベントしたりとか、うん、恐竜のイベントってなんですか、恐竜のイベント、恐竜だって恐竜、なんでだろう、あれですか、化石とかのやつですか、うん、そう化石とかのやつ、だから尾関が広島のなんかその仕事行くときはカープのユニフォームとかカープの帽子かぶって行くし、恐竜の仕事終わるときはなんか恐竜のなんかこの香り、なるほど、はいはい、完全にそっちに寄せてやってはいるんです、あとお弁当、キャラ弁とかも、あ、キャラ弁やってましたね、その時はエプロンして行ってますし、いろんな面はあるんですよ、やってで高さんもハープをやってますから、ハープやってますね、卓球も、あと卓球も、はい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 、でもそのやっぱ二人とも趣味が弱いですよね。弱い。いややっぱでも俺聞いたのは趣味弱いってなって。金ちゃんが趣味弱いって言っちゃうんですよ。趣味弱い。強かろう。強かろう。その趣味なんだ。本当に金ちゃんが卓球ライブっていうのがあって、そうそうで多分これ BKB さんと高砂さんの争いになるぞ、これ。めちゃくちゃ初めて聞いてたんだ。そしたらで金ちゃんはもうキャラ枠で金ちゃんとモグラのダブルスで出たんですよ、ね、そう 0.1 で多分高田さんのチームが圧倒的に優勝するだろうっつったらボコボコにしてやったって言って、僕もつか俺らが吉本でチームで勝って、うん、で高砂さんがめちゃくちゃうまいって聞いてたんですよ、うん、だけどなんかそうなんか見た時はなんかちょっとこうミスが多かったんですよ、うん、高砂さんの、でそれを BKB さんに聞いたら、いや、あのやっぱ吉本って、うん、そう舞台数とか多いし初めての人とか場所に慣れてると、うん、だけど明日の D はやっぱりその舞台数少ないし、うん、そのいつも身内のライブに出てるから、うん、その初めての場所にめちゃくちゃ弱いんだダセーなダセーな俺卓球としての緊張じゃなくてライブとしての緊張で人に対する緊張で見られてることがあるいつもの実力が出せなかったんじゃないって BKB さんが言ってたんで、確かにあの時は足震えてたからガクガクに相当前評判では高かったから、だからそこで BKB さんを倒しちゃえば、うん、吉本って今、うん、卓球仕事は BKB さんなんです、うん、一番めちゃくちゃあります、それで BKB さんに勝ったってなったらもう全て総動員しちゃう、そういうところの勝負弱さもあるから、確かにね、まさにそうですね、卓球ってやっぱりメンタルのスポーツって言われてるんですよ、はいはいはい、だから本当にそうだなって思いました、はい、いや、はい、だから前評判の相当それで芸人界の卓球仕事といったら高さだろうって、うん、はい、そうですね、なる、例えばそういう大会 TV じゃないですけど、でも卓球のお仕事はたまに来たりするんですか、いやもう来なくなったね、やっぱり BKB 現れ、あ、はい、で BKB がやっぱ結構力入れてて、はい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 、なんかうーん、なんかいい格好するわけじゃないけど、はい、なんかねちょっと引いちゃうの、ね、そういうの見ると、え、どこさ、卓球で仕事取ってるよ、そう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 、どっか、ね、ネタ頑張ろう、ネタ頑張った方がいい、ネタがっていう、ネタに逃げちゃうってことですか、じゃあネタに逃げちゃうのか、なんかその一緒に争ってる中に、はいはい、いやみんなでここの卓球の一つの仕事を取り合おうっていうのがなんかすごい嫌で、だからハープとか誰もやってない方が、ああなるほど、やりたいなって思っちゃう、ハープ仕事は結構来てるんですか、今ハープ仕事は来てますね、ちょこちょこやっぱり聞いたりして、はいはい、ねハープ仕事って何だって思うんですよ、俺もわかんない、ハープ仕事って どういう仕事なんですか、ハープ仕事って、はい、まあ、あのミニコンサートミニコンサート、はい、あもう自分でやっちゃうってことですか、コンサート、あのそうですね、先生と一緒になんか、はい、それこそ、はい、なんか有名な、なんだろうな、山口百恵さんの曲を弾いたりとかでやって、今ちょうど初めて 3,4 年経って、はい、もう今ねドビュッシーとか弾いたりしてるんで、ドビュッシー、ドビュッシー有名な、なクラシックの、はい、でもなんかドンキホーテの音とかもやってましたよね、やってました、やってました、結構ね、はい、バラエティにも意外と使えるけど、そう、あと持ち運びがちょっと不便じゃないですか、ね、あ、そう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 、ね、そう毎回タクシードになっちゃうんで、ですよね、はい、それはね、うん、タクシー、そうですね、タクシー代まで払って呼びたいかってなるとってことですね、うん、いやそう、前のちょっと冷静に、冷静にダメ出しちゃうな、冷静にシーン食ったこと言ういやいやっていうのもあるのかなっていう、でもだからふとしさんは多分ザギスさんが好きなんだと思いますよ、こうもうちょっとうまく、うん、でもそれでも、うん、ラブレターズさんとかにも思いますけどね、あラブレターズさんもザギスさんもだから、うん、こんだけみんな芸人が評価してて面白い部分いっぱいあるのに、
なんか出すのが下手なんだ。確かに。だから語り部が、だからもっといい語り部っていると思うんですよ。1年間ネタやネタ禁止ってどうですか。いやネタ以外でやってみるんですよ。お前失礼だな、それは失礼だ。それで一番ひどいな、ずっと今日。いやだってもうこれで頑張ってるから、バトルライブ出れなくなっちゃう。ニューヨークとかも言うのは、やっぱそのラブレターズさんも面白い平場の部分がめちゃくちゃある、うん、でもやっぱラブレターズといえばネタだってなっちゃうから、どん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 新ネタちょうだいで勝手にハードル上がりすぎてる。なるほど。これザギースさんもそうだと思うんですよね。何回も決勝出てるからもうとんでもない設定やってくれんじゃねえかみたいな。ハードルは正直上がってはいますね、僕らの中のネタの。そう、本当に実力者っていうのはやっぱあるんで。大物でハマってる人とかっているんですか、その大御所芸人さんで。でも芸人さんとかでやっぱザ・ギース面白いよって結構言ってくれる方。だから室ロツヨシさんじゃない。ムロツヨシさん芸人じゃない。芸人ぐらい面白いけど、はい、別に芸人さんじゃないから。芸人ぐらい面白い俳優さんですよね。芸人ぐらい効果は立つけど、はいはいはい、面白い俳優、面白い俳優さん、だからそこをやっぱり問題してるのが、ね、今回もやっぱりウエストランドのふとしさんからの情報なんですけど、ふとしさんしか話してないっていう。確かになもっと上の人から聞きたいですよ、ザ・ギースさんの話を。しかも なんか応援しがい、名前出しがいがないのかな、やっぱ。いや、でも千鳥さんとかはチャンスの時間とか。確かに。でも僕らがあのなんかあのチャンスの時間でザ・ギースさんがあれ挨拶のやつでしょ、 あれで僕らがちょっとスタジオにいて、ギースさんが V にいた時にそれがもうちょっと切ないんですよ。ああ、その現場にいるの、ね、そう、現場にいる時に、いや、ザギースさんこういう系の芸人さんじゃないぞっていう、はいはい、あれは多分、酒井君が思ってる以上にこっちも切なかったから。ですよね。いや、確かに、はい、あ、でもまあ、すごい滑った時でしょ。いや、そう、あれで滑ってましたっけ。いや、なんか錦鯉の島さんとかがやってきて、なんか指令出されて、はい、うん、なんか、うん、うちらはただこう、なんかなんだか怒られるみたいな、怒られるみたいな感じで。そうか、そっちの時か、うん、なるほどね、はい、ジャニーズ別にそんなすげえ滑ってるわけじゃないと思います、はい、多分、はい、でも、はい、でも俺あれなんだと思いますよ。2人とも見た目が若いんで、苦労人感が一切出てないんですよ。なるほど。錦鯉だって高橋さんより年一緒ぐらいですよね。年上じゃないですか。その時は高橋さんは今おいくつですか。43。でも一緒ぐらいよ。一緒ぐらい。高橋さんがちょっと44か5ぐらいじゃないですか、ね、多分。そうね。でもあの苦労人感が、みんな賞レース出た時に、めちゃくちゃどっちかハゲてるとかだったら、なんか見た目で分かるんですけど、意外と若手の時から出てきて、見た目もお若いんで、なんか本当に僕らぐらいの世代なのかなって思っちゃうっていう。分かる分かる。だってもう見た目、俺久しぶりにあの尾関さん見たら、あ、渡辺裕太かと思いましたよ、あの NBA でかいけどさ、めちゃくちゃ似てると思う。吉本本社にいないから渡辺裕太。ワールドカップの時期でカーブのギャップかぶってないだろ。そういうモノマネとかをしていけばいいってことね。それはそういうことね。それはあるかもしれないですね。僕本当一個、あのザギースさんも、多分あの同じね、キングオブコントの決勝とかでも戦ったことあるでしょうけど、あの、うん、チョコプラさんって、チョコプラ、チョコプラさんって最初本当ネタ職人で、確かに確かに、で本当モノマネとかをやるような人たちじゃなかったんですよ、うんうん、本当に一緒でそういう卓球仕事とかも取り行くっていうよりも、うん、自分たちのネタ作ってやろうみたいな、うんうん、ネタ以外格好悪いみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、それが IKKO さんのモノマネしたらもう180度人生変わったんですよ、うん、そうだよね。しかもそこIKKOさんから入ったのに今またネタとかで評価されてるんですよ。またキャッチーなモノマネ、こうどの立場で俺らザギーさんにダメだって。ダメだって教えてほしいよ。何にもしてないのに。いや、お前だろ言い出したのこれ。この案言い出したのお前だろ。違う違う、なんで俺一緒には乗った船にそんなにいきなり落とされなきゃいけないんだ。もともとさ、こういう企画やったらふとし呼ばなきゃダメよ。ふとしなしで進めちゃった。いや、でもふとしいたとしても変わんないって。そんなにふとしがいたからで、いたらいたら別に変わんないで。あ、だからまあそこはね、もうめちゃくちゃ確かに。でも芸人はやっぱり頑張ってほしいというか、ザギースさんのことみんな多分応援はしてるんですよ、正直な話。本当に応援してるか。応援してるだろう。でも本当か。いや、本当に全然信用できない。今年取ってほしい。いや、キングオブコント、ちょっとやっぱりそうですね、キングオブコントの格の問題でちょっとやっぱりザギースさんが取ると今年弱いなって。取ってほしいって言えよ。すいません、取ってほしいって言えよ。
本当のこと言うなよ。嘘です本当に。いやでもあれじゃない、でもやっぱストーリーはあるわけですから、こういう感じの人が広まっていけば、うん、確かに。だから後輩からいじられるっていうのがやっぱりみんな伝わってないですよ。これこの間の V 見ても、はい、あれ大関さんってそんなクズな一面あるのっていうのが俺はちょっと心意外で、はいはい、まだ伝わってないのみたいな。シュッとしてるんですよ見た目が、ね、皆さんが思う多分そうご存知クズみたいな感じで、うん、K-PRO の楽屋ではあるじゃないか、うん、それが多分広まってないというか、だから K-PRO の楽屋とかではもうだからそれこそ K-PRO にケータリングのお菓子とかがあって、はい、それをなんかね勝手に見張ってるんですよ、1人2個食べないかどうかってで手を1人2個目に手を伸ばした大鶴ひまの手をガッて掴んで2個目だよって言ったり勝手にやってるぐらいの男なんで、怖いな。だ吉本さんにはまだもしかしたら伝わってないのか。そうですね、意外とクズの見た目ヒゲ生えててとかそうそうそうあるじゃないですか。でも結構しね、そう結構シュッとしてるからクズ感が伝わってないんですけど、でなんか若づくしてキャップとかも被ってるから、やめてくださいよ後輩の YouTube 見てる時キャップかぶるって昔いや俺もう分かんない、かぶらない方がいいのかな、ごめんね、ちょっと、あのネタ中にキャップかぶってる漫才師って昔いたんですよ一番嫌いなタイプの漫才師だ、それがなんでキャップを並べてかぶってネタやるのみたいな、なかなかでしょキャップかぶってる今年。いや確かにだから確かにちょっとかっこいいコント師に思われすぎてるのかも。それはあるかもしれない。人間味が、でも何かの番組で人間味とか出ちゃったら全部間違ってますよ。カープもキャラ弁も恐竜も全部間違ってます。間違ってる。だから分かりやすい。だからパチンコとか競馬のクズに今やられちゃってるわけじゃないですか。そうね。ギャンブルはどうなんですか。ギャンブルやってて、やってるんですか。めちゃくちゃやってて、やってで、まあ、それでちょっと借金がやばくなったんで一回やめて、もう全部借金返して普通に。もともとは何のギャンブルやられてたんですか。まあでもスロパチンコを始めてスロットを一時期すごいやってたっていう。やってて、うん、じゃあちゃんとクズはクズなんですね、そういう意味では。本当に借金もあって ABC お笑いグランプリ、はい、グランプリ、はい、まだはうちらも若手も出てて囲碁、はい、将棋も一緒 で、はい、で大阪でやってたじゃないですか、はい、で終わってあのバスで帰るのはしんどいじゃん、十何時間も、はい、だから新幹線で帰ろうってなんか囲碁将棋の2人と大関になったみたいで、はいはい、でもお金を捻出するためにパチンコ行ったらしいんですよ、はい、3人でな。そうでパチンコで勝ったらこれで新幹線帰る。なるほど、うん、で囲碁将棋の2人勝って、はい、で大関だけボロ負けして、はい、でもそのまま悔しすぎてなんかまた借金して新幹線で帰ってくる。うわ金借金して、まあまあまあ、囲碁将さんとかじゃなくてそのかいそういうことですか。まあまあでもよく覚えてないけど、そういう金融的なところから、はい、なんで覚えてないですか、そんな大事なところを。なんで覚えてないけど空白の時間があるんですか。だそれはしてた、てい一緒にあのパチスロとかしてた、はい、あの3人ででかすぎるし3人並んでね3人並んででかすぎるな。あの3人並んでパチンコっていうとこ見てみたいな。あ楽しかったね。楽しかったですか。楽しかったねって。こんだけこんだけ背、ね、こんだけ背大きいクズっていないですよ。そうだね、確かに190ぐらいあるんですよね。89ぐらい、89 でも家族もいてで、家族もいて、ちゃんと家庭はうまくいってるんですか。すごくうまくいってる、これは本当に。いや本当に本当に奥さんと仲良くしてるからちゃんと、はい、ああそう別に揉めることもなく、もくなく、もう今はもうギャンブルもそんなにしてないし、お金とかはどう。お金は、はい、まあ、ギリギリ回してる感じ。もう大丈夫。今もちろんあれですよね、芸人で結構あの裕福なぐらい食べれてるんですよね。いやー、あそこはうまいですか。だからバトルライブ出てる。でもだからじゃないですか。バーンって行った時もあったじゃないですか。レッドカーペットとかもそうです。あ結構バーンって僕らの中のイメージが。あんまなんか行ったって自覚があんまないんだけど、確かにあの子の営業とかは多分違ったけど、そこまで裕福ではないけど本当ギリギリっていう感じが、うん、でもバトルライブはちょっとやめられないぐらいの、ね、そうあれは自分に惹かれることもないし、でもこう最初言ってたのはみんなと切磋琢磨して戦いたいって言ってたのに、もう今完全に金のためって自白しちゃってる。そう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 、変わっちゃってるから意見が、うん、2つ2つあるから、そのどっちもどっちもどっちも実益、まあ、意外とそのバトルライブでいただけるお金も結構大事だと。そうそうそう、いうことですね。お金がね、だからそれこそちょっと前だと今日岡野と、はい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 、森田君と一緒に3人でなんかお金をもらうライブやってる、ね、はい、そうゴキブリライブっていうライブ、ゴキブリライブ。そうか、すごいこうみんなでフリップでゴシップを書いて、はい、でゴシップの大事なところをこう全部紙で隠してて、はい、であの見たい人は床に20円落とすんですよ。
で、お金を、めっちゃおもろいな、20円下ろして、はい、落として、はい、でそれ以外の人はみんなこう目を伏せて、伏せて見ちゃいけないっていう、見えるっていう、そうです、でその人がこう見せていくっていうので、はい、終わった後に床中に散らばった小銭を見る。ゴキブリだこれも。ゴキブリライブだこれが。すごかったっすよあれ。あでもそのやり方いいっすね。めっちゃ新しい投げ銭みたいな。その音がいい。落ち銭みたいな。すげえ。そうだよ。音がいい。今わざわざテレビに売り込む必要なくて、さらばさんの YouTube でなんかクズ企画みたいの尾関さんで、やっぱりみんなクズでやっぱり増えるようになって旅立ってたじゃないですか。そう多分。浸透してないじゃないですか、岡野さんとかモグラみたいなイメージが、やっぱ芸風とか見た目がすごい邪魔してると思う、うん、そうですね、プロレスちゃんと岡野とかすごく楽しくなるじゃん見てて、はい、笑えるというか、はい、俺もなんか全然何一つ笑えないというか、生々しいからね、まあ、そうそう笑えないっていうか、でもそれが今面白いんじゃないですか、まあ、YouTube とかでは逆に本当にリアルに本当になんか犯罪した人の話を聞いてるみたいな、はい、そ犯罪者仲間のお金だから別に、ああそうなんですね、仲間のお金、仲間のお金っていう盾がすごいんだよな、すごい、確かにね、このちょっと一回帽子取ってもらっていいですか、はい、この髪質ね、これもう本当に本当にね、俺がいじっちゃいけないことかもしれないけど、やっぱその犯罪者神といいますか、そんなない犯罪者神、そうですね、初めて聞いたことない犯罪者神、なんか犯罪者どういう特徴なの犯罪者神、なんかそのなんだろうね、無造作黒々しい感じ、そう黒々しい、とても芸能人とは思えないかな、髪に気を使ってない感じ、結果的にこんな感じになっちゃいましたけど、本当はアッシュ&ディーンさんの方から、はい、ちょっと人生を深掘りするみたいな、はいはいはい、結構僕らはその人たちの話を聞いて、はい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 、どんな感じだったのかっていうのを今までの芸人人生を聞くっていうのがメインなんですよ、ああそっちメインだったんだ、で今日もやろうと思ったんですけど、やっぱそこには到底行き着かないというか、ちょっとね気になるところがありすぎちゃったんで、物が多すぎちゃって、そうですね、はい、でもちょっと聞きたいけどね、どういう出会いというか年齢も違うんですか、今からもう無理だよ、もう危ない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 、いやいやいや、今ちょっとさすがにさっと振り返らないいやいや、どうやって5分ぐらいで人生を喋ってくださいって、失礼だよ尾関さん、一番失礼だよ、1分でいいんで、1分でまとめて、どんな子供だったんですか、どんな子供だったんですか、短けって1分じゃん、どんな子供だったんですか、1時間かけて喋んだから、これ子供の時から声大きかったんですか、じゃあ、1分で子供の時から出会いから今まで難しいな、1分で子供の時から高田さんと出会う前で1分しかないです、はい、1分しかないです、なんとか頼む、はい、46年前に8月6日に生まれまして、で小さい頃は、ちょっと落ち着きがないって言われまして、でもずっと授業中もなんか落ち着きなくてっていう子供だったんですけど、頑張って、途中でなんか面白いことがすごい好きになって、で一回避難訓練の時に机の上にあのボックスティッシュを、はい、その石持ってったら、尾関ボックスティッシュ持っていくなんてみたいな感じで学校バーンってすごい受けたんですよ、でそれでお笑いいいなと思ってでお笑い受けて、すげえ受けて、そのまま高校になって、で高校生の時に受験で大学行った時に、はい、お笑い始めました、はい、でお笑い始めて、高さに、大学の時に出会って、そして、なんかすごく仲良くなって、組みました、そんで、どうしたんだっけ、そんで一緒にお笑いのスクールに行って、はいはいはい、でザ・ギースを組みました、収まったぞ、いや違う違う、1分で浅すぎるって話がこんなんじゃないの、避難訓練の時のポケットボックスティッシュ、ボックスティッシュがお笑いの原体験といいますか、初めて それでもすごい受けて、はあ学校中が揺れて受けて、それ、はい、避難訓練の時にボックスティッシュを持って、うん、訓練の工程とかに出たっていうことですか、うん、そうで受けて、そうはあ、あともう一つあって、あ、ダメです、もういいいいよ、別にもう一つはちょっと言ってもらって、ボーナスタイムで、はい、いいですか、はい、中学の時にすごい、新しい講師の先生が来ることになったの、はい、で新しい講師の先生が来ますって言った時に、俺が隣の子に2馬車が5と5とそれは子牛って言ったの、ちょっと信じられないぐらいクラスが受けて、それでお笑いが始まってました、さあ、ということでお前が悪いだろ、もうこれお前、
クラスが悪いわこれ。あの小関さんじゃなくて。違う違う違う別に。うん、お前失礼だよ。クラスが悪かった。この時23年目の芸人さ、うん、芸人さん先輩捕まえてさ、うん、1分で自分の人生話してくださいってさ、失礼だよ。でもはいっつって初めてくれたから。それ優しいから。そうですね。あのでも本当に。お優しいというか、なんで編集で作ってましたか。今までなかったことしてんだよおい。そうだ、今完全に編集で作りましたけど、作りましたね。ありがとうございます。これがここ出してよっていうのを今、ありがたいありがたいじゃないですよ、はい、流しますよ全部。でも絶対流さないでほしい。でも河本さんのおかげで、うん、ザギーさんをいじっていいんだっていうなんか、うん、変な意見ですけどね。ありがたい、ありがたい、はいはい、確かにやっぱり他事務所の方からしかやっぱお話聞けないんで、うん、そうか、これでやっぱりもっと中御所大御所の方になんかザギーさんいいよってなんか言ってくれたら もっとなんか行きやすいというか、やっぱ言っても河本さんなんで、やっぱり確かにね、まあ、ね、語り部が、はいはいはい、でもさらばさんが一番そのクズ系の企画考えるの。いやそうだね、さらばさんの YouTube 出るだけで知名度変わりますからね。評録とかもね。そう、評録とか、はい、さらばさんの YouTube からまたそのスイラーも出てとかいろいろなんか、はい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 、まあ、どっちが先かわかんないですけど、本当あれで人気になって、うん、南川さんもやっぱ仕事どんどん増えてるんで、なんでちょっと、まだ僕らもでも方々で、うん、あの言わせていただきます。そうですね。はい、方々で、方々で、じゃあ一応大吾さんにもらった額は5万ってことにしときますか。なんか2万だとちょっと弱いですもんね。そう、ありがとう。そういうのちょっと言って、いろいろもっとこうした方がいいとか。はい、じゃあ 5万にしておきます。5万で広めときます。いや、ここでバレちゃってんだよ全部。いや、大丈夫です。全部流れちゃうから全員がこれを見るわけじゃないから。いやいや、もう前回見るわけじゃないから、はい、5万にしといて、柏までのタクシー代は 2万で済むっていう。なるほど、ね、1万6千か、まあ、本当に1万6千なんですね。1万6千、はい、4千ずっと入れてたんですね。そう、はい、で 5で、そうですね、はい、4万、はい、4万4千円、ね、自分の懐に入れてたと。で、高橋さんも一応なんか、はい、あの、はい、なんかチャンスあったら事件起こしていただいて。いや、やだよ。なんでチャンスにつけた事件起こさなくちゃいけない。そしたらこの、はい、YouTube もちょっと跳ねるんで、すみません。確かに、はい、こんなこと言ってたんだって。俺が跳ねたくなっちゃった。俺が沈んじゃうから起こしたくない。あのオハスタ卒業した彼もね、この YouTube 出てましたから、はい、いや、そうですね。あ、そうなんだ、まあ、あんな事件があったとか、まあまあね、まあ、信じたら分かんないですけど、はい、急に辞めるっていうことね、はいはいはい、さあ、ということで、河本太さんがですね、選んでいただいた、まあ、選んでいただいて、ね、被害者の会だから。まあ、でも河本太被害者、被害者の会だったけど、ちょっと違ったでしょ。加害者だったから、もう加害者ではない。加害者側だったから。真実だった。真実だった、ね。実は真実だったっていうね。うん、はい、はい、ということで、またちょっとどこかで機会ありましたら、ぜ、は、ひ、い、よろしくお願いします。ザキさんでした。ありがとうございました。このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録をしたからだ。みんな、俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。